見延辰吉でございますね。見延辰吉というのは、これはもう教科書をちょっと普通に読んで覚えてる人にとってはですね、天皇機関説問題で攻撃され、まあこれまた右翼の、なんか右翼に攻撃される人多いですね、今日ね。右翼に攻撃されて失脚した。ね。そういうふうな、かわいそうな学者だというふうに言われることが多いです。その天皇機関説っていうのは、まあ本当に一言言うとね、天皇も国家の機関の一つに である。まあ一つに過ぎないというと、ちょっと語弊があるんですが、まあ天皇も国家の機関の一つだから、憲法には従わなきゃいけない。まあこれはもう そんなにはおかしくない立憲君主の考え方ですよね。ただ、東京大学、まあその学会の当時の学会の通説を形成する東京大学の法学部においてもですね、まあ明治時代の穂積厚香から昭和時代の上杉新吉の系譜になる、天皇主権説と、市木喜徳郎から見延辰吉という系譜のその天皇機関説、これに二分されてたわけですよね。まあ、天皇主権説とはよく言うんです。これもその言葉でそのままよくね、教科書に出てくるんですが、ただこの言葉は私はね、ちょっとあまり、賛同しかねるところがあって、例えば天皇は主権を持ってるとかのも含めて、大日本帝国憲法に主権なんて言葉がそもそも出てこないわけですよ。だから当然天皇は主権を持ってるなんて話もならないわけで、まあ、天皇主体という言葉は彼らの著作にも出てくるんですが、天皇主権という言葉は出てこないので、まあ、主権というのはちょっと括弧にくるんでます。今の教科書とかね、受験参考書だともう当たり前のように主権ってなんか日本国憲法、大日本帝国憲法の日本国憲法の比較とか図が出てきて、戦前は天皇主権、戦後は国民主権とか書いてありますけど、戦前主権という言葉がそもそもないんだから、天皇主権っていう言い方は結構無理があるんです。まあそれこそ中川康弘教授みたいにね、ちょっと極端な方は主権という言葉を使ってる時点でそいつは共産主義者だとか、そこまで言う人も、まあ私はそこまでは言いませんけどね。天皇万歳が天皇主権説で、そうでもない人たちが天皇機関説っていう誤解がよくあるわけですよ。つまりなんていうのかな、リベラルな見延辰吉が右翼に攻撃されたっていう構図で、天皇機関説問題を捉えたがる人がいるんですが、全くそうじゃない。見延辰吉だってめちゃくちゃ天皇崇拝主義者ですよ。戦後になってもですね、戦後日本国憲法ができた後、その日本国憲法言論というのを見延辰吉が本当に最晩年に書いてるんですけれども、まあまあ最晩年に書いたものをある意味弟子のね、宮沢敏義が過失修正して本にしたわけですけれども、その中でもね、まあこれは片山先生も引用している通り、国家の尊厳が天皇のご一心により表現せられ、国民は何人もその尊厳を冒涜すべからざる義務を負うのであるとね、これ戦後に書いてるんです。戦後にもこれ書くぐらいですから。宮沢敏義なんていうのは、後で出てくる8月革命説の宮沢敏義さんというのは、戦前は天皇陛下万歳で、なんかそうじゃない人を糾弾してたくせに、戦後に急に8月革命とかでね、戦後は国民主権だ、天皇主権が否定されたんだなんて言い出すんですけど、その師匠に当たる見延辰吉はそうではなかった、ちゃんとこう言ってるわけですよね。で、その見延辰吉の、じゃあ天皇主権とか天皇機関って言って分かりにくければ、彼らの理想は何だったのかというと、それは、まあ、君民共治であると。君民共治ね。で、それが五箇条の御誓文に、まあ、根拠があるということなんですね。まあ、これは見延に限らず、当時の憲法学者は五箇条の御誓文というのを非常に大事にしておりまして、五箇条の御誓文をもとにですね、いわゆるこれはまあイギリス憲法学からの引用で有名な表現ですけれども、まあ、君臨すれども統治せずと。で、日本の五箇条の御誓文では広く会議を起こし、万機公論に決すべしって書いてありますよね。広く会議を起こしながらも全部天皇が決めます。これは天皇主権なのかもしれませんけど、そうじゃない。万機公論に決すべし。ちゃんと話し合って決めなきゃダメですよ。話し合ってくださいと言ってるわけですね。君主絶対制を目指すんだったら、そんなこと言わないわけですけれども。だからそういうところに、まあ、訓練すれども統治せず。まあ、統治も実際してるんですけれども、君臨して独裁するようなことはしないというのが、見延辰吉の、議論、主張だったわけです。天皇主権説と機関説の一番の、まあ、対立点は何かというと、まあ、天皇が憲法に完全に縛られるか縛られないか、まあ、この一点だったと言ってるわけです。で、縛られる、うるとしたのが、まあ、見延辰吉の天皇機関説であって、その、君民共治ね、天皇だけで決めてもいけないし、民だけで決めてもいけない。どっちもで天皇は天皇なりのことをやって、で、民は民で選挙をやったりとか、そういうことをやって、その協力のもとで政治が行われるという、君民共治を理想とした。まあ、と言いますか、君民共、これが日本の国体だと、元々の考え方だとしたわけですね。ところが、
こういう当たり前のことを言っている、まあ、あの今の我々からしてもそんなおかしなことは言ってないはずの見延辰吉がなぜ昭和時代になっていきなり攻撃されるようになったのか。それは昭和時代が、まあ、ここで片山教授はね面白いこと言ってますね。軍国主義になったからじゃないんですと。むしろデモクラシーが変に発展しすぎたから、デモクラシーの罠によるものだと言ってるわけですよ。このデモクラシーの罠っていうのはどういうことを言ってるかというと、こうやって見ますね。日本で成人男子全員が投票できる普通選挙が実施されたのが昭和3年、緊迫する国際情勢の中、まあ、ソ連が強くなったりとかね、国防を担い成人参加する層は拡大し発言力を増していきます。それに対し見延が共感し力を注いだ大正デモクラシー、その昭和時代に入る前の段階のデモクラシーはあくまでエリート層、総合雑誌を購入し都市文化を享受するホワイトカラーを中心としたものでした。だからそこそこ金持ちの人が大正デモクラシーの担い手だったんだけど、昭和時代になって普通選挙、つまり25歳になったら誰でも選挙行けるとなるとですね、そうじゃない、まあその中には共産主義的な人も結構含まれたのかもしれませんが、まあ実際そうなんです。で、それでそういう人たちが担い手になっていくことで、それを支える層がずれてしまった。そこそこお金持ちでね、たくさん本を読んでるような人たちの上に天皇機関説が君臨してたんですけれども、例えば226事件の時に青年将校たちが心を砕いた農民の惨状、東北地方で凶作とかね、農民の惨状にまで大正デモクラシーの実は捉えてましたでしょうかと。その一方でマルクス主義が学生や労働者たちの心を掴んでいきますと。これ重要な指摘ですよね。何が重要かというと、ちょっと著者が書いた意図とは違うかもしれませんが、天皇機関説を邪魔者と一番思ってたのは、いわゆる、まあ、教科書でいう軍国主義の方じゃなくて、むしろ共産主義の方だったんじゃないかと。共産主義者にとっては天皇機関説じゃなくて天皇絶対主義とか言ってこう持ち上げといて、いざとなったらあいつは絶対主義者だとか言って倒す対象にできると思った共産主義者がわざとそういうことを言ってたんじゃないかと、私はちょっとねこの本を読みながら改めて疑うようになりましたよ、ね、だからこのあたりはまた、まあ、ちょっと別の形かもしれませんが、機会を改めて論じることもあるかもしれません。